龍作です。競馬、はい、やってまいりました。日曜日と月曜日の、まあ、今回の動画はローズステークスの予想だけなんですけど、ちょっと麻雀やりすぎて、ね、眠たいです。目やばいっす今。はい、そんなことは置いといて、今回ローズステークス、まあ本命は月曜日のセントライト記念なんですけど、今回はローズステークスの予想を僕なりにちょっとまとめてきたんで、競馬上級者に意見欲しいなっていう感じなんですけど、まあ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 、今回一番、まあ僕の予想から発表しますね。本命は、僕の本命はソーダズリングです。やっぱこいつでしょ。こいつと僕的には 3頭いて、僕的の本命というか熱いなと思ってるの、ソーダスリンクとラベルとブライトジェリーですね。この3頭が僕的にはちょっとあるんちゃうかなっていう感じで、まあでも買い方は、まあ、3連複とかにしとこうかなって感じなんですけど、馬連と三連複って感じですかね、僕は。まあ、やっぱ一番ちょっと来そうなのはソーダズリング。ちょっと成績がなんかいいかなって思います、僕的に。ブライドジュエリーもなんか、パッと見、そんな走ってないんですけど、ネット競馬のアプリで見たんですけど、なんかあんま走ってないですけど、1位、3位、1位、しかも G2 で3位取ってるっていうのがちょっと、あれですね。ありますね。で、穴ですね。僕が思ってる穴は、ラベル、ココナッツブラウン、リサリサ、マラキナイアーですね。これなんで僕がこれ穴なんちゃうかなと思ってんのは、まあ、ラベルとココナッツブラウンとリサリサにある特徴があって、全員北サンブラックの遺伝子ついてるんですよね。なんかネット競馬で見たら、父北サンブラックって書いてて、北サンブラックってあれめちゃくちゃ強い馬ちゃんっていう、俺でも知ってるレベルの馬の父なんで、これ来るでしょ。この北サンブラック3兄弟で僕は攻めたいと思います。まあ本命はソーダスリングなんですけど、まあ北サンブラック父って書いてないにちょっと魅力惹かれましたね。まあソーダスリング3連単で行くなら、ソーダズリング軸にして、ソーダズリングプライドジュエリーを軸にしますね、僕は。1等2等を軸にして、ラベル、ココナッツ、ブラウン、リサリサ、マラキーナイヤ。マラキーナイヤってなんかちょっと名前、来そうやな。マラキーナイヤ。まあ、ラベルもちょっと正直怪しい。でも、一番人気のブレディペックは、マジでこやんと思う。ブレディペイク、なんでこれこんな一番人気来てんのって感じなんですけど、僕的に。騎手がルメールやからっすかね。いや、僕的には、なんの要素もない。ま、全然僕初心者なんで、全くわかんないんですけど、ブレイディバーグは、マジでなんで人気なんて感じっすね。正直ちょっとわかんないっす。僕の予想はまあ、今回はこんな感じですね。まあ、僕が熱いと思ってるのは最後に、ソーダズリング、ラベル、ココナッツブラウン、リサリサ、ブライドジュエリー、マラキナイアですね。これ買っときゃ当たりますね、皆さん。これを、まあ、馬連なり、まあ、単勝というか、馬連なり、三連複なり買ってくれたら当たると思うんで、当たった時は高評価、チャンネル登録、お願いします。やったやつしゃーってー。